こんばんは。皆さん音楽の日見てますか？音楽の日あずみん出るから、みんなテレビとショールームに窓して見てください。ただいま、ただいまです。いつあずみが出るか、そう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 、20時台って言ってるから多分そろそろなんですけど、まだ出ないのでそわそわしながらショールームを始めました。こんばんは、ただいま。今ダンスバトル始まってるから多分、そう、ポテトグループのダンスバトルの時間もそろそろだと思います。しーちさんお疲れ、いっちゃんお疲れ、テキサスのロースターさん、バラ、しーちさん、あいたかさん、NT さん、いっちゃん、さゆっちょさん、みきやくん、ぼんやりさん、まるともちゃん、あんばさん、じんらいさん、スカイホイールさん、大吉さん、アイスありがとうございます。ふくちゃん、じんらいさん、お疲れ、せからさん、シャボン、ひろし BKK さん、尊いありがとう、ヒーローさん、じんらいさん、こうさん、いっちゃん、中田さん、カンピットさん、千肌さん、ろう人形さん、ひろし BKK さん、さわっちょさん、しゅんぼうさん、コナンさん、アイスありがとう。やばい、そうそうする、そうそうする、いつあずみが来るかそうそうしてます。ガンダリーさん、さわっちょさん、しんいちさん、完成のまきさん、ガバイトさん、たかさん、しゅんさん、かんさん、まるさん、もりもりさん、しゅんぼうさん、じーつーさん、みゃんみゃんさん、タニアン、中地さん、つりきちさん、ひろし BKK さん、人生さん、川崎さん、カズさん、シンさん、ノブさん、ソーダスさん、アイスありがとう。コウジさん、ハートありがとう。今日の僕はウソさん、シャボンありがとう。タケさん、ユータくん、いっちゃん、アイスありがとう。始まる？次 CM 開けたら始まる？お、ドキドキです。あ、前髪切りました。前髪ちゃんと切りましたよ。今日始まる前に、昨日のショールームでちゃんと宣言した通り前髪切ってから出ました。ちょっとなんか一本だけ長いのいる。でも前髪ちょっと今日はうまくいかなかったです。今日はね、TGC 松山に出演させていただきました。愛媛県に行ってました。無事に帰ってきました。明日は川崎です。愛媛、広島、川崎です。ちょっと移動が続くので喉やられないように気をつけなくてはいけません。ただいま。お土産紹介とかしたいけど、あずみを見る気持ち今。聞いてほしい、見て、よだれついてるんです。帰りのスーパージェットで、船で爆睡したらよだれが垂れてて、そう、よだれがついちゃった。メンバーに、それ何、なんか最初こう濡れてたんですよ、こんぐらい、何それって言って、よだれって言って見てる、こんなでっかいのがあってよだれ垂れてました。でも今乾いたからなんか白いやつになっちゃった。あ、言わなかった、分かんなかった、嘘、言わなければよかった。そう、爆睡してた、こうやってなってた。うわー、言わなくていいこと言っちゃったわ、みんなに。またゆたっぱっぱさん、アイスありがとうございます。まこばやさん、リアスティさん、かえでさん、まるひのさん、ありがとう。アイス、みつまめさん、ふくちゃん、しんいちさん、ふじぽん、スタメンさん、ありがとう。こうさん、お断りです。あ、まだだった、まだだった。いはくさん、アイスありがとう。おう、ちょうそさん、ハート、ジャンビさん、かいちゃん、アイス、ひよちさん、アイス、ありがとうございます。テフトさん、かずやさん、おだしさん、
ポンさん、アイスありがとう。ミハヒナさん、シオナさん、アイスありがとう。まだかな、まだかな。シーチさん、お断りです。パステルさん、サユッチョさん、大崎、あ、間違った、大木マセオシさん、レフトさん、アイスありがとう。カベチョロさん、お断りです。ビーディーマンさん、カズさん、ミキヤくん、ナルシさん、江戸っ子のカズちゃん、アイスありがとう。もう少しで安住が出るので、みんなテレビの前に集合してください。 Z さん、お疲れ、ありがとう。レイトン、アイス。持ち肌さん、ハート。ファルコンさん、ナルシさん、ありがとう、アイス。ビリマンさん、ありがとう。ヤッホー。今日の TGC のお土産たち、じゃーん、じゃんじゃじゃーん、お土産。これももらってきた昨日さ、昨日もらった愛媛のこの無料ルルブをどこかに忘れてきちゃって、ホテルかわかんない、ホテルかどっかに忘れてきてしまいました。さっき気づいた、悔しい。新しい無料の冊子もらいました。讃岐うどん100点満点です。うどんのなんかおすすめみたいなのがもうずらーって書いてるやつをもらったので、そう、香川のが置いてあったんですよ。だからこれを参考に、香川と愛媛旅行の時を参考にしようと思います。塩熊さん、アイスありがとう。こんばんは。土壌うどんだって。土壌うどん、また愛媛行きたい。塩パン食べれなかったんです。聞いてください、塩パン食べれなかったんです。なんかね、 TGC の公式サイトの一番下までこうやってスクロールすると、出演者用のケータリング一覧があったんですよ。実は公式ホームページに、そこに塩パンあったんだけど、なんと人気すぎて売り切れたらしくて食べられなかったんです。なのでプライベートでリベンジをしなければなりません。そうなの、そうなんです。ゆたぱっぱさん、アイスプレゼントありがとう。さきょうさん、アイス。なるせさん、アイス。しんちゃんさん、きむさん、アイスありがとう。黒さん、お疲れ。ガモーさん、アイス。中田さん、ハート、ありがとうございます。フッチーハート、ありがとうございます。そう、あるにはあったんですけど、 STU がなんか取りに行った時はもうお昼過ぎてて、昼過ぎもう3時くらいだったんですよ。だからそう、もうなかった。もうそろそろ、今安住待機中です。クロさん、石川先輩、アイスありがとう。ユスリザルさん、ハートありがとう。クロさん、アイスありがとう。ミキヤくん、アギモさん、アイスありがとう。エミフルの近くにもあります。多分同じとこですね、パンメゾンだね。ね、イベントの時で歩けないからさ、なかなか行けないんですよね。うずちゃん、アイス。しおなさん、お断りです。エリオさん、ハート。しんいちさん、アイス。きょんしゅうさん、アイス。さとこさん、ハート、ありがとうございます。パンダさん、アイスありがとうございます。今日はガチャガチャもしました。愛媛の朝めっちゃ早起きして、近くのなんかお土産屋さんみたいなところに行って、そう、観光とかする時間ないからちょっと少しでもと思ってね、早起きしてお土産屋さんに行ってガチャガチャをしました。みきゃん、
ぬいぐるみクリップ、これをモノクロだ、モノクロ、どれが出たでしょうか。5種類ある。 そう、え、そろそろ来る？まだ大丈夫？まだか。大岡さん、もりもりさん、オレリーさん、アイスありがとう。パンダさん、お断りです。トールさん、うずちゃん、アイスありがとう。これね、やってなんとじゃーん、私はこのコミキャン、コミキャンが欲しいと思ったんですが、私のお家にやってきたのは、ああ落下しました、落下しました。私のお家にやってきたのはこのみかん帽子さんです。みかん帽子が家に来ました。めっちゃなんかね、ふかふかないよ、柔らかい。コミキャン狙いでしたが、ミキャンでした。しかも帽子かぶってます。いいでしょう。コウさん、お断りです。うずちゃん、コロネさん、アイスありがとう。ペコペコペコリーノさん、カメさん、アイスレモンさん、ヤスオくん、アイスありがとうございます。真空圏さん、シロクマさん、アイス、ノブさん、かわいい、ありがとう。うずちゃん、だるま、ありがとう。また愛媛行きたいよ。もうあの居酒屋パセリっていうやつに行ってみたい。居酒屋パセリって店があるらしくて、その色が白と緑なんですよ。で、私のペンライトカラーで、なんか前にね、ツアーの時にファンの方が教えてくれて、居酒屋パセリっていうのがあります。で、いつか行きたいって思って、空いてなくても店の前には行ってちょっと生で見てみたいと思ったのに忘れてて、だから今度行ったら、あ、あずみ来る？あずみが来ます。みんな、ちょっと音ちょっとだけ、みんな、あずみが出るよ。X でも実況して盛り上げよう、みんなで。みんな X を取り出して、 X とショールームとテレビを見るんだよ。あずみ、あずみ、すごいすごいすごい、なになに、あずみどこ、あずみどこ、あずみ、あずみ、あずみどこ、あずみ、あ、長崎県出身の AKB さんのゆいちさん、あずみ、あじゅみ、すごいすごい、うん、もう踊りがバキバキすぎて、もうあ、見つけた、見つけたよ、あずみ、いたよ。すごい、キラキラすぎる。すごい。すごいですね。これは布対決らしい。 AKB グループ VS 坂道グループのバトルテーマが布対決。いや、この曲、坂道さんが歌ってる曲はもうあれだわ、ミステリーという流れ。すごいね、あずみ、わー
わすごい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 、ねえ、みーちゃんね、わあ、見入ってしまいました。実況を実況を しないまま見入ってしまいました。ちょっと音楽の日。すごい。かっこいい。投稿しとこう。素敵だ素敵だ。めっちゃキラキラでしたね。投稿投稿。キラキラ絵文字つけとこ。素敵でした。STU つけとこ。タグ音楽の日。絶対緊張したよね。 STU48。 投稿しました。投稿したよみんな。すごい。あずみお昼のリコちゃんの見たかった。リアタイでファンの方がたくさん投稿してるの見ましたよ。その時ね楽屋で愛媛にいたからさ見れなかったけど、応援パワーだけ送っときました。すごいね。私のお母さんも見てくれてたらしい。リコちゃんとあずみに出てたよって連絡来たお昼に。やっぱ嬉しいですね、メンバーが活躍していると。ホストさんアイスありがとう。カズさん、シャボン、ヒロさん、スプマンテさん、マコバヤさん、マモルさん、アルテミスさん、 DLC さん、ウエオさん、広瀬光一さん、マモルさん、シゲチャさん、アルテミスさん、イッちゃん、マウナさん、シンちゃんさん、ミツさん、レッカのリョウさん、ヨシカナさん、ブンさん、アツシさん、アイスありがとう。おたけさん、バラありがとう。レンネさん、ジンライさん、ポストさん、アイス、しんいちさん、ペンライトありがとうございます。いいですね。なんか ST のメンバーがあちこちでこう今日みたいに活躍してるってのもいいですね。モビさん、ヨニゲメタルさん、ジンライさん、アイス、スカイホエールさん、ハート、アキモさん、アイス、ルースさん、アイスありがとうございます。アイス。今日の愛媛土産じゃーん、鯛めしせんべい。鯛めしせんべい、なんとこちら先ほど食べてしまいましたので空っぽでございます。空っぽだけど紹介しようと思って。もう出てこない。あずみはテレビめっちゃ見ちゃう。じゃーん、
鯛めしせんべい。そう、腹ペコすぎて食べちゃいました、さっき。じゃんじゃんじゃん。え、めっちゃいい匂いするよ。嗅いでみる？はい、どうぞ。めっちゃいい匂いする。あとこちら、じゃーん、いい予感、いい予感しかしないマドレーヌ。うまい。予感といい予感をかけてる、いい予感マドレーヌだって。素敵。こちらの期限は7月28日までです。じゃーん、いい予感しかしないって書いてる。おしゃれ、めっちゃおしゃれパッケージ、素敵。おしゃおしゃマドレーヌです。あとはね、あとはね、スキンケア用品をいただきましたよ。使いたいと思います。なんか3日分のシャンプーと、なんかヘアトリートメントもいただきました。おー、すごい。使おうっと、使っちゃおう。スキンケア用品もたくさんいただきました。お、全部違う、全部違う。やった、すごいね。まず、まず何からするんだろう。まずはこれだ、きっと。まずクレンジングで化粧を落とします。クレンジングで化粧を落としたら洗顔で顔を洗います。洗顔で顔を洗ったら化粧水しっとり、化粧水しっとり、もしくは化粧水とてもしっとり、二択です。化粧水しっとりかとてもしっとりで、まず肌を整えて乳液で蓋をします。あ、あずみ映る？あずみ映りますか？あ、映らなかった。それでその後に潤いリフトクリーム。おー、すごい、ちょっとミニサイズ、これいただきました。今ね、いろんな化粧水を使ってみてて、自分の肌に合うやつを探してて、あの今空いてるのがいっぱいあるから、それを使い切ったらこれ使おうと思います。まだね、未開封のやつもあるし、開封済みのもいっぱいあるんですよ。だからちょっといろいろ試して終わったらこっちを使おうと思います。何でもかんでも開けすぎちゃって、この前のガルアワでいただいたやつもまだねいっぱいあるんですよ。あとね、まだあるの、愛媛のもの。ちょっと待っててください、持ってくるので。ちょっとオートミール見ててください。じゃーん、じゃんじゃじゃーん。ちょっと今私がした部屋着なのがバレてしまいました。じゃんじゃじゃーん、ボン、愛媛のサイダーです。河内晩柑、河内晩柑サイダー。じゃーん、めっちゃ美味しそう。これ冷蔵庫に入れてた。美味しそうでしょ。ヤスオリンポスさん、マさん、しんちゃんさん、アイスありがとう、ミキヤくん、シャボン、コウさん、マーズさん、ジロウケイさん、ヒロシ BKK さん、ユタパパさん、アイス、マリオツーさん、ハート、トシさん、アルテミスさん、ケンイクさん、ルースさん、アイスありがとうございます。持ち肌さん、ハートありがとうございます。じゃーん、すごい。和製グレープフルーツと言われる苦味が少なくほんのり甘い爽やかな味わいの河内晩柑のサイダーだって。あずみ出る？
マジ？あずみ出る？やばいやばい。あずみ見よう。ちょっとまた来たら教えてくださいね。私もチラチラ見るね。そしてこちら、じゃん。ホームアップ。これ初めて飲むよ。初めて飲みますよ。クリームソーダ。有名？ホームアップ。あの朝ね、朝行ったお土産屋さんにも置いてあって、美味しそうと思ったら差し入れでありました。だから差し入れでいただきました。ホームアップ。お、ソウルドリンク。これがなんか前教えてもらったやつだ。待って待って。来る？安住。心を一つに出てる。お、みんなテレビに注目ですね。あじみが、あじみが来るぞ。確かに人数多いからね、見つけられるかな。見つけましょう、みんなで。あずみんを探せ。赤と白のしましまの服とか着てくれてないかな。アジュミン、アジュミン。いつ出てくるの。みんなでアズミンを探そう。まだね、まだっぽい、まだっぽい、まだっぽいよ。え、すごい、めっちゃキラキラなんだけど。うわ、早い早い、すごいすごいすごい。おお、なんか関節が、うわうわ、みんなどっちが先にあずみを見つけられるか。アデミー、 X でもポストしてくださいね。ハッシュタグつけて、ハッシュタグ音楽の日、ハッシュタグ音楽の日2024、ハッシュタグ STU ポテト、ハッシュタグ岡田あずみ、ハッシュタグかわいい、ハッシュタグかわいい、これ2回言った。ハッシュタグとってもいいよ、ハッシュタグかっこいいよ、ハッシュタグ素敵だよ。来る？まだっぽい、まだっぽいよ。来る？そうそう、来る？まだっぽいよ、まだっぽかったですよ。まだだね、まだっぽいですね。え、すごい、ダンスをさ、キレキレに踊れるのいいよね。え、来たのでは。来てるのでは今。あずみ、あずみ、え、あずみいたよね今。ホイテッドグループだったよね。すごい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 、キレキレキレ、いたね。じゃあ見つけられたよ。このテレビとの距離結構あるけど、人間3人分ぐらい、あ、2人分かな、人間2人分ぐらいテレビと距離あるけど、見つけられました。すごいね。この前 TikTok を撮ってるとこを真横で見てたんですけど、もうキレキレすぎてすごかったです。 AKB さんの曲を撮ってました、新曲。え、あじみ、あじみ。
いすご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 い人間いっぱい。あずみおいすごい。わあ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 確かに紅白みたい。本当だね、紅白とかなんか24時間テレビの最後みたいな一体感がある。めっちゃ華やか、いろんな衣装とステージのセットで。はじめいつ映るかそうそうしますね。いやすごいですね。なんか48グループでコラボとかはさ結構あるけどさ、もう48グループとかのそういうのね取っ払っても、日本のいろんなグループさんと、すごい、わあ。すごかったよ。すごい、絶対さいっぱい練習してさ、お疲れ様だよ。明日あずみに会うので、なんかあずみにお土産、パセリの食べかけを梅トラでよかったら。絶対いらない。あずみの好きなもの、抹茶が好きらしいから、なんか抹茶のお菓子とか明日買っていこうかな。すごかった。なんか48グループのイベントとかって前多かったじゃないですか。でも私が加入してもうすぐコロナ禍だったから、合同のイベントとかをしたことがないんですよ私。なのでね、今後こうやっていろんな48グループの方々とお仕事する機会が増えたらいいね。そうだね、歌唱力ぐらいかな今48グループでいろいろやってるの、ね、一緒にライブとかもできたら楽しそうですよね。あのね、この前何の時かな、 STU もいる総選挙かなんかの映像を見ててね、もういろんな48グループさんの先輩方と STU の一期生が一緒に踊ってるの見て、すごい、めちゃめちゃすごかった。ジロー K さん、レネさん、いっくん、クックさん、ヒロシ BKK さん、しーちさん、HK さん、しんちゃんさん、リキーヌさん、林藤雄さん、フィリップさん、しんいちさん、めちゃきのこさん、パニーさん、うずちゃん、 WCC さん、アイスありがとうございます。アイスありがとう。トシさん、ラブレターありがとう。ありがとうございます。しんいちさん、アイスありがとうございます。うずちゃん、アイスありがとうございます。合同善悪2019年、わあ、ちょうど2期が入る年じゃん。2期のお披露目が2019年12月だから、もう本当に2期生入ってからはやってないんですね。やりたい。録画したのスローで見て見つけた。え、早い、録画見るの早い。しかも賢い、スローで、スローで見たら覚えられるダンス。それでも早そうだよね。スローで見てももう普通ぐらいの速さなんじゃない。もうなんかもうこんなんこんなんしててさ一個遅れたらもうわかんないぐらい、めっちゃキレキレで早かった。すごかった。以上であずみを見る会を終わりといたします。すごかったですね。 TGC 松山ありがとうのテロップに会を、ね、どれくらい練習したんだろう。
ずみあずみ、みんなに紹介してない愛媛土産もう一個だけあったの。じゃーん、これはゼリーです。 JA 愛媛中央って書いてある紅マドンナ入りゼリー、これももらいました。だから冷たいドリンク系はこの3つをもらいました。じゃーん、じゃんじゃじゃーん、すごい、めっちゃ愛媛、このみきゃんも含めて愛媛大渋滞。そして突如現れる香川のうどんの本。愛媛愛媛、ね、あのね、前に飲んだね、あの STU のチューチューゼリーが美味しかったから、なんかこれはいろんな種類があったんですよ。マスカットもあった気がする、何種類かあって、でこういうドリンクとかは自由に取っていいですよっていう感じで置いてあったんですけど、もうね両手塞がるぐらい持ってたから、本当は全部欲しいけどもう両手塞がるぐらいあるし、楽屋に戻るまですっごい距離だったの今回。だからちょっと欲張れないってことで、あのね、厳選してこちらを選んでみました。これはメイクさんがバッグに入れて運んでくれました。持ってあげるよって言って、持ってあげるよって言って、え、本当に帰ってくるかなとかちょっと一瞬疑ってしまった自分を恥じるというか反省なんですけど、え、本当に返してくれますかって気持ちでちょっと預けちゃった。ちゃんと帰ってきました。そうだって美味しそうだからさ、そう持ってくれた。先週のリリーベでもお世話になった方でした。だから2回目ましてのメイクさんだったので、先週ぶり、1週間ぶりに、先週初めましてしたのにさ、1週間ぶりにまたお会いできて嬉しかったです。メイクさん今日はここで大きいお団子してもらいました。でも想像以上に大きすぎて雪だるまみたいだった。目立ってたかな、団子が。本当はねサイドポニーにする予定だったんですよ。でもなんか髪がうまくまとまらんくって、あーもう団子の方がいいかもなと思って団子に急遽変えてもらいました。あ、見つけやすかった、本当目立ってた、ありがとうございます。ひろ太郎さん、アイスありがとう。みかんのね蛇口さあケータリングにあったの、ちゃんとしたやつ。もうやっぱりさ TGC 松山だから、もういろんな、こういういろんな、本当に JA さんとかもいろんな、多分県とかが協力してるイベントだから、あの街中とかにある本当のみかん蛇口もうそのままあったんですよ。だけど STA メンバーが並んでてね、行列で、でこのメンバーが終わったら行こうと思ったら、なんと他のモデルさんとかが同じタイミングで行列を作って、はあ、もう行けないと思って、あ、もうこれはもう並んでたら置いて帰られると思って諦めて帰ってきた。諦めました。そうなの。でも自分で入れるタイプじゃないけど、スタッフさんが入れてくれたみかんジュースは飲みました。ちゃんとみかん摂取しました。美味しかったよ。あとなんかね、もう一個ねドリンク、あ、メールに送ったやつ来てるかな、メール検閲通ったかな、今日のラテを送ったんですが届いておりますでしょうか。届いてる。今日メールで送ったんですけど、あのですね、この乳酸菌飲料の写真を送りました。メール撮ってる方よかったら見てください。届いてた、引っかかるかなと思ったけど、そう、今日のラテ、やっぱメールを撮ってる方だけに限定で
こんばんは。この前撮ったって言ってたやつはまだ送ってません。アイス、今日のアイスはまだ送ってません。この前撮ったやつ。こんばんは。そう、メール限定、やっぱ限定コンテンツを作るというのは大事ですのでね。ふみやきさん、にしさん、かいさん、まっすん、れねさん、おだやん、べにちゃん、せきさん、ぜーたん、ひろっちさん、パステルさん、やはやはさん、よしかずさん、あみたさん、アイスありがとうございます。完成のまきさん、おみかんさん、ゆたぱぱさん、アイスありがとうございます。うっかりあんこさん、アイスありがとうございます。こんばんは。会場、いや会場はね、もう武道館って感じの、木の香りがしました。昨日のリハーサルの時も思ったけど、会場の木の香りがした。で、会場、客席はオレンジ一色、ペンライトもオレンジ一色。そう、めっちゃ綺麗だったから、最近できたんですかって言ったけど、結構前からあると思うよって言われました。パパパンダさん、アイス。パルパルさん、しんいちさん、アイスありがとうございます。あ、どうなんだろう、コントロールされてんのかな、あれ。でもこの前の公開収録の時はコントロールされてました。ペンライト、皆さん見ましたか。そうだ、みんな、あの、私がリポストしてる命の歌フェスの映像見ましたか。ゆきりんさんと私が同じステージに立ってる映像が公開されました。予告みたいなやつ見ましたか。ぜひ見てください。その時はペンライトの色はコントロールされてただから自分が何色かつくまで分かんなくて、本番何色かなって。リハーサルが黄色だったかな。ラレナーさん、レインボースターありがとうございます。19日放送です。7月19日金曜日放送で NHK プラスで見ることができます。あとは去年は見逃し放送がありました。見逃し放送があって、それは全国放送だったんですけど、あの本放送は中国地方限定、地域限定の放送なので、また全国で公開されるときはお知らせしたいと思います。なのでよろしくお願いいたします。全国版ありそうだけどね。ゆきりんさん見たいって人きっとたくさんいると思うし、どうかな。 G2 さん、アイス。天ヶ崎のよっちゃん、ハートありがとう。そう、去年も最初地域限定で、でその後全国放送がありましたよ。お楽しみにです。もう遠い昔のように感じます、あの幸せな日が。もうね、緊張だった。テトリス5さん、ハート。トリアスさん、アイスありがとうございます。ゆきりんさん、スパークで遠距離ポスターを歌ってた。あとジェラシーパンチ歌ってた。愛しい友達よって、ジェラシーパンチ、タンタンタンタタタタン、タンタンタンタタタタン。楽しそうでした。すごくない？ソロでさ、アイドルフェス出てさ。明日同じステージだぞ。雨降らんといいな。天気予報雨だよね。今日も雨だったって書いてあったから、川崎。ウィンウィンウィン。雨
フラントって曇り、曇りであれもうお願い、みんなが過ごしやすい気候であれ、会場に来る方々が暑すぎてもムシムシしても良くないから、え、曇り時々雨わー、今日じゃあ降ったり止んだりだったんか、午前中で雨上がるらしい、おお。じゃあ午前中がもうひどすぎないといいですね、雨が。しんちゃんさん、アイスありがとう。トールさん、石川先輩、アイスありがとう。滑らないようにね、足元ぬかるんだりしてるから。プータさん、石川先輩、ミキヤくん、アイスありがとうございます。やすしんさん、みぎたぴっぽさん、アイスありがとうございます。さとこさん、けんぼうさん、アイスありがとうございます。こんばんは。そう、愛媛もね、ちょうど私たちが愛媛に行く日の朝に松山で土砂崩れのニュースやってて、でそれで大丈夫かなってもうめっちゃ心配だったんですけど、行ったらめっちゃ晴れててびっくりした。なんか天気の気まぐれさに驚く、この時期ね、晴れててもさ足元がまだ滑りやすかったりするから気をつけてください、この時期。なんか私のおばあちゃんとかも心配になる、畑仕事とか行くからさ、つるって滑って畑からなんかこう山だからさ、こう滑ったりしないかめっちゃ心配なんですよ。が最近はもう定期的に元気ですかって送ってます。フレンベさん、サバトラ猫さん、アイスありがとうございます。ねえ、みんなも気をつけて。プレゼントまだ決めてない、まだなんだよね、まだなんだ、悩み中まだ。おばあちゃんたちのプレゼント、おばあちゃんはねテレビ電話の仕方わかんないからおばあちゃんと電話するときは声だけです。この前テレビ電話かけたんですよ、かけてみたら、あら顔のよく映ってるねって言われました。あら可愛いねって言われて、おばあちゃんの顔見せてくれんかったなので見れませんでした。なんかね、絵はがきを買おうと思って最近ロフトとかにしょっちゅう行ってるんですよ。この前東京のホテルでさ滞在してる時とかも、あの渋谷のロフトにねちょっと行ってみて、なんかいい感じの何はがきとかレターセットとかがないかなと思って見に行ったけど、これだってやつに出会えなくて、で広島帰ってきてからも何回か見に行ったんですけどまだ出会えてなくて、なんかね綺麗な景色とかのいい感じのやつをゲットしようと思ってます。やっぱなかなか旅行も行けないと思うので、そういうハガキとかで少しでも楽しんでほしいなと思って。あ、そう、ポストカードだ、ポストカード、ポストカード、なんかおしゃれなさ立体的なやつとかがあったりして面白かったです。もうありすぎて分かんなかったんですよね、もうどれがいいか分かんないと思って悩み中。まるさん、まいじゅんさん、アイスありがとうございます。はらからさん、吉田さらさん、過去偽物、ちんさん、パパパンダさん、アイスありがとう。アイスクリーム、アンパンさん、アイスありがとう。ね、ありすぎる。なんか最近文房具のところとかもいろいろあってさ、ボールペンとかでもいっぱいあってもありすぎて分からん、分からない。
結局100円ショップでペン買いました。わかんなくて。100円ショップとかもさ、何でもあるから助かりますね。ひひさん、おみかんさん、アイさん、ありがとうございます。明日のやつ、明日何持ってこうかな。でもこれがある、いい予感しかしないマドレーヌ、これかな。今日のおやつはなんか最近の私のこの前の東京5泊の時からの私のおやつの定番がクリーム玄米ブランなんですよ。で昨日も買ったし一昨日も買いました。だからもしかしたら明日もクリーム玄米ブラン持ってくかも。なんかあ STU だってなって買っちゃう。 STU と縁があるものを買っちゃう。藤玉さん、リキさん、マックスさん、アイスありがとうございます。夢時間、そらそよかさん、アイスありがとうございます。そう、ドラッグストアとかで売ってるの。そうなの、だからよく買うの、安いから。安いし、なんか小腹が空いた時にちょうどいいんだよね。クリーム玄米ブラン、なんか2種類あるんですよ。カロリーが低いやつと、なんかでっかいのが2個入ってるやつと、どっちも買いました今回。小腹空いたら何がいいんだろうね他。私は小腹好き用、小腹空いた時用はこれ、カリカリ梅か練り梅か干し梅かたけのこの里、あとギャバチョコレートと、あとゼロのチョコレート今日買いました。あとクリーム玄米ブラン、バナナ、パイナップルとか買います。あ、ラムネも持ってる。ラムネは低血糖用に持ってる。ガトーショコラさん、アイスありがとうございます。そう、スイカ、あのお酢のイカも、イカ軟骨とかもめっちゃ好きなんよ。だから家でお腹空いたら食べるんですけど、なんかやっぱ匂いがさするじゃん、移動中バスとか新幹線とか、だから食べれないじゃないですか。今日も朝からコンビニ行って、わあスイカ、イカ軟骨のスイカ美味しそうと思ったけど、楽屋で食べたらもうきっと匂いが大変だなと思ってやめた。美味しいのにね、美味しいけど香りが大変。パニーさん、アイスありがとう。あ、そう、スイカ、スイカやったんだから、ピーってやりそうじゃん。スイカ、あのオスのイカ。スイカはさ交通系 IC カードじゃん。ピー、ミキヤくん、アイスありがとう。スイカちゃん、ミックさん、アイスありがとう。スイカベイビー、 STU やったことあるよね一回。スイカベイビー、あれスイカベイビーじゃなかった、マイカーだったのスイカベイビーかね。しんいちさん、アイスありがとう。私は今ね、フクフェスの瀬戸りが気になって仕方がありません。なんか今日あかりんさんが投稿してたの見ましたか？ STU の盛り上げソング教えてみたいな。もしやこれはと思って、これはもしや福フェスと思って、福フェスの瀬戸りが気になるよ。伊豆急さん、葵さん、アイスありがとうございます。ヤホイさん、アイスありがとうね。めっちゃ気になる。去年はリバーとシェカラシカがあったんよ。でシェカラシカは
なんでシェカラシカが入ったかっていうと、アカリンさんがもう好きだから。アカリンさんいつもマイカーのね公演のリハの時にね客席にいるの。今日シェあるとかいつも聞かれて、ありますよって言ったら、リハとかで客席からシェカラシカ見に来るんですよ。でめっちゃ見てくれてて、そしたら去年シェカラシカがセトリに入ってて、で去年はリバーもあったんですね。でリバーは1期生とドラフト3期生の先輩はやったことがあったの。でも2期生は初めてでリバーするの。でも全然覚えられなくて難しくて、ドカ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 ドンドンドンドカ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 ドン、難しくて、もう未だに普通にこう座ってる時とか楽屋でシーンってした部屋とかで座ってる時にドク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 って踊り出しちゃうぐらい、もうめっちゃ練習して、めっちゃ難しかったんですね。でさ、その時のセンターがあずみです。あずみがセンターのリバーだったんよ。もうフラグじゃんと思って、キャプテン就任のフラグじゃんってなりました。気づかなかったんよその時は。おあずみセンターすごい、かっこいい、もう踊れてかっこいいとか思ってたら、まさかの、そうびっくりです。リバー難しい、早いしバキバキだから、でも覚えたら楽しい。一個遅れたらもう全部遅れる。大変大変。しんちゃんさん、みつまめさんアイス、プルンさんアイスとシャボンありがとうございます。バータさん、ピエールさんアイス、レネさんハートありがとうございます。で、あ、もう分かんなくなっちゃった。ひろし BKK さん、アイスありがとう。何が入ってるだろうね。でもなんかいろんなやつやってみたいですよね。でもさ、秋に新公演も始まるしさ、ユニットも始まるから、そっちでもいろんな曲できたらいいよね。楽しみですね。皆さん公演始まったら見に来てください。ぜひ今月は花だれ公演があります。20日、もう当落終わっちゃったけど、秋になったら新公演。ミューラッチさん、アイスありがとう。そうだよ、ご用心見納めかもしれない。いつまで花だれあるか分かんないからさ、しかも私折り面じゃないからさ、その最終日とかは多分出れないと思うので、そういつが見納めかわからないので、ご用心見てください。いっぱい G2 さん、アイスありがとう。秋から公演始まったら折り面になれるかな。あの、なんて言うんですか、既存公演とかでもさ、既存公演だとしても初日メンバーになれるかどうか、私のこの5年の夢がかかってるのでね、まあ、5年と言わず入る前からの夢が叶うかどうかがここでね、どうなるだろうか。選ばれますようにの気持ちです。ミューラッチさん、アイスいっぱいありがとう。アミタさんもアイスありがとう。ドキ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 、今日もなんかすっごいジメジメしてて、家に帰ってきたらすごいもう湿気を感じてる。もうあっち、今扇風機で生きてるんですけど、クーラーよりやっぱ扇風機の方が風が流れて湿気がこうなくなる感じがする。レッスンとかまだ何も分からん。今多分ね、夏フェス関連のレッスンが多いから、まだまだこれからだと思います。何にも適
感じです。パワー送るね。いっぱい送って、パワーパワーパワー。もうなんか久しぶりに家に帰ってきた感じがする。一泊だったのに。しんいちさん、ファイト、ありがとう。既存公演だったら、全部やってみたいけど、シアターの女神かパジャドラかかリセットか。ただいま恋愛中も好きですよ。でもね、あ、制服の目も好きですよかな。大吉さん、アイスありがとう。全部言いそうだよね、本当に。いろ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 ね。ココテン公演もね、 HKT さんやってるしね。なんだろうね、オリジナル公演かな、既存かも。それもまだわからない。良平さん、アイスありがとう。シアターの女神公演だったら、でも全部どの曲も好きなんですよね。やっぱチーム B を見てさ、ゆきりんさん、おお、かわいい、ゆきりんさんかわいいってなったから、やっぱチーム B の公演曲は特に思い入れあるけど、でも HKT さんはA も K も B もどのチームの演目もやってたから、意外と結構どのチームのも見てるかもしれない。 HKT さん今日パジャドラの千秋楽だったらしい。パジャドラ、パジャドラ千秋楽、この前のお話し会でパジャドラが終わるよって言われて、今劇場にいるよ、 HKT 劇場にいるよ、パジャドラが終わるよって言われて、え、そうなんですか。なぜかオンラインで知る私。パジャドラ公演ね、パジャドラ公演定期的にしてる感じする。終わってはまたいつかありそう。少々さん、尊いありがとうございますね。えオリジナル、明日は、あ、明日はですね、明日の告知もみんなにしなくちゃ。明日ね、あの物販があるんですよ。物販、物販の告知も出てるんですけど、ちょっと今日は最近ちょっとさ、告知系ばかりで、投稿もメールも。待てよ、待て待てですよ。なんとですね、明日のスパークイン川崎物販エリアにメンバーが登場いたします。わー、フェスのね時って STU のそういう物販とかって普段なくって、メンバーが行くってことはもちろんないんですね。でも明日はそう、16時25分から17時25分に1時間 STU のその物販があって、メンバーも登場するということです。ずっといるのか、こうチームごとでこう A チーム B チームみたいな感じで変わるのかはちょっとまだわからないんですけど、登場するということなので、そう、ステージ終わった後です。ステージの後なので、多分もう汗かいて、もう汗でもうメイクも髪も激ヤバ状態で登場すると思います。恐ろしい、恐ろしいです、とても。
うん、熱中症気をつけようね。お互い雨の湿気とかでさ、熱がこうこもったりしてて暑いと思うので、水分もいっぱい取ってください。あのスパークのグルメ情報も公式さんが、スパークの公式さんがアップしてて、ちょっとさ、私自分のいいね欄を見たらね、大体お知らせ事があるんですよ。だから今いいね欄見たらゆきりんさんの写真いいねしててさ、ちょっとにやけてしまいました。失礼いたしました。失礼しました。しげちゃさん、エイトさん、アイさん、ありがとうございます。ちょっと待てよ。ね、早くいいね欄復活しないですか。いいね欄をさ、みんなに見てもらうのも醍醐味だったわけじゃないですか。返してくれ、僕たちのいいね欄を。 NRR00.22 さん、アイスありがとうございます。アイスクリーム、やばい、遡ってる。めっちゃジャーパングさん、アイスありがとうございます。アイスクリーム、ピャーン。あ、もう見つけられないから公式ホームページから見よっと。えい、スパーク、私の犬がみんなに見せびらかしたい。かわいい犬とかいるよ、かわいい犬。今日ね、かわいい犬の画像がいっぱい流れてきたんだよね。これです、これこれこれ。フード情報もあるので、フードこれです、じゃーん。だから腹ごしらえしてステージ見て、あ、ドリンクもあります。ドリンクもあるし、アルコールもあるって。アルコール、ビール、レモンサワー、お茶割り、ハイボールって書いてる。でもソフトドリンクもあるって。おお、明日はですね、明日のタイムテーブル、今日はじゃん、日曜日 STU は15時半から15時55分です。15時半から15時55分までライブがあって、その後30分後に物販エリアに登場になります。誰が来るかとかはまだちょっと分かりません。30分だって、30分で汗で落ちたメイクをどうにかこうにかしなければいけません。楽しみですね、明日も。ちょっといのちの歌フェスのさ、映像をさ、リポストしたんよ、これ。あ、これです、いのちの歌フェスの。あ、これって言ってもみんなに映像見せれないか、他のアーティストさんいるから。 NHK 広島放送局が投稿してる、私の投稿一覧見たら出てくるやつなんですけど、もう冒頭から幸せ映像なんですよ。もうリポストしてるからちょっと遡ってください。また告知します、放送日が近づいたら。告知続いてたからちょっとリポストで一旦ね、失礼いたしましたって感じです。ゆきりんさんが歌ってるところをこうやってニコニコして聞いてる私が映ってる。幸せ空間。
パニーさん、アイスありがとう。エミフル、エミフルの時はそんなに汗かかなかった、室内だったからかな。広島リリーベの時がもう激ヤバでした。もう全部落ちて、もう半泣き、もう全部メイク落ちて直す時間ないって半泣きで握手会に行った。でも明日はきっともう大変。マクールさん、アイスありがとう。時すでにお寿司さん、エイトさん、大五郎さん、ミスターさん、ヤマケンさん、ありがとうございます。アイスクリーム、そう、広島のリリーベは地下だからかな、地下だからやっぱ熱気がこもるのかな、どうなんだろう。鳩も飛んでました、平和の象徴。リリーベ鳩聞いてくれてた。踊ってる目の前は鳩が飛んで、ビヨンビヨンビヨン。鳩はでも握手会は来なかったです。握手会はね、なんか室内だったんですよ。だから来なかった、鳩来てくれんかった。ほずみさん、アイスありがとう。電車だと。誰って言われなかったら大丈夫。確かにもうメイク落ちてさ、もう原型とどめてないよ、もう誰ですか、それはもうやばいね、気をつけなきゃ。流星さん、くにさん、アイスありがとう。こんばんは。お知らせ事はそれくらいかな、他にもなんかお知らせ事あるかな、お知らせ、お知らせ。旅サラダ、あ、ドモンさん出てましたよ。ドモンさん22時、ほんとだ、もうすぐ22時じゃん。ほんとだね、なんか今日もあっという間でした。あっという間、ほんと日による配信の体内時計が、体内時計狂いまくりです。今日はあっという間な日だ。晩ご飯まだなんです。なんかね、お昼にあのなんかすっごい豪華なお弁当をいただいて、で夕方にケータリングでローストビーフとお寿司いただいて、で帰ってきてからは鯛めしせんべいを食べまして、こちらの、だからなんかお腹空いてるんだけど、食べたけど空いてるみたいな感じなんだよね今。だから食べるか迷ってる。食べた食べたんですよ、朝昼晩と悩み中、悩んでおります。アイスまだ食べてない。今日ストーリーに乗っけたアイス食べれなかったんです、もらい忘れちゃった。写真だけ撮ってアイスだから一番最後にもらおうと思ったらもらい忘れちゃって、そう、写真だけ撮ってた。みゆちゃん、アイスありがとう。あ、でも今日帰りにシーパスを見た、シーパスを見かけたの。うわ、あれが今度私が乗る船やって思って写真撮った。シーパセオちゃん、シーパセリ。しんいちさん、アイスありがとう。シーパセオ、シーパセオ、いや、すれ違ってない、止まってた、帰り。ミックさん、ハートありがとう。うん、広島にいた、広島にいたよ、パセオ、パセパセパセオ、
そう、ナイトクルージング、なんかナイトクルージングの旗が立ってました。上りが広島港にあったよ。あ、そう、宇品、そうね、そう立ってて、うわー、もうなんかすごい実感湧いてきた。多分いつもあるやつだけど、今度これに乗るんやと思って。梅トラの出番、確かに梅トラだったら食べれる。でもお腹空いてる気もするんよ。全然ラーメンとか唐揚げいけるレベルの胃袋なんですね。でも時間的にもだし、明日もフェスだしねーっていう。フェスの移動中もきっとお腹空くよねーって気持ち。いや、ほんとシーパセオ嬉しい。シーパセオ、もう私さ、シーパセオに乗ってみたいって思ってたけどさ、前になんかシーパセオ乗ってみたいですって言ったことあったよ、スタッフさんに。でも去年とか、いや今年かな、今年の頭とか正月ぐらいかなに言ってて、だから絶対に忘れられてると思ったら、まさかのこのタイミングで、驚きです。ワクワクワク。でも DJ パーティーが不安です。何すんの DJ パーティーって。突然の陽キャイベで驚いています。DJ パーティーだけがもう緊張なんだけど。クルージングおしめを書く欄がある。わ、なんだそれは。尾崎セリカ一択だ。尾崎セリカ、尾崎セリカしか。ココインヌさん、アイス、イタパパさん、お断りです。そんな一人しか書けないの推しメン登録。おみかんさん、アイスありがとう。ありがとう、すべきことのお知らせありがとう。皆さん、お話し会再販申し込んでくださった方、すべきことよろしくお願いいたします。お忘れなくです。よろしくお願いいたします。デフォルトパちゃんだった。え、あ、名前順だから。え、いいじゃん、最高じゃん。やっぱあ行って最高だね。今まではなんか私が先頭のイベントなかったんですよ、あんまり過去に。ラッキー。もしさ、え、どうしよう、推しメン悩むって人がさ、設定しないまま応募したらパセリ推しが大量に来るってこと。わー、すごい大人気。はじめましての人が増えちゃう。お見送りの先頭まだないかもしれない。え、でも秋から多分あるん、あ、ないわ秋から。でも、え、私マイカーで今まで沖さんいたから、沖尾崎だったから先頭なかったけど、16人もだいたい池田とか宇都宮とか千穂さんとか石田とか、もういろいろあ行がいたから先頭まだないけど、マイカーだったら戦闘かもと思ったけど、リネが来るから未だ戦闘なしです。おお、いつ私の戦闘ターンが来るんだ。そうだよ、リネです。宇都宮先、工藤、あ、違う、川俣、工藤。そっか、かなうちゃんもそうじゃん。ほんとじゃん。いで。やばい、あ行増えた。あ行。3期あ行多いよね。石原とか。いで。2.5 期も、岡村、岡田っているから。どんどんあ行。あ行が減ったと思いきや、あ行が増えた。あ、荒井。ほんとじゃん。
年齢順パセリからで、ね、パセリ、アイコ、サーヤン、年齢順にあった先頭です。いやでも若い順かも。カズさんアイスありがとう。あ本当だ、奥田あ行多いね。この前のあのツアーの打ち上げ祭のお見送りは名前順じゃなくて夢力をね全員で披露したんですよ。だからその夢力のスタッフさんが作ってくださった夢力の立ち位置順だったのよね。そう、夢力の位置の作り方は名前順で3列あったんですね、座席が、メンバーが座る席が。その3列をガッチャンってこうガッチャンってして、3列ある列をガシャンってしたやつで作られてるから、初めてソラハさんとスタローと隣でめっちゃ気まずそうなファンの方がいっぱいいた。なんか私のとこ来てる方も向こう行くし、向こう行ってる方もこっち来るみたいな感じだから、なんかめっちゃ気まずそうな人が多くて新鮮でした。なんかああみたいな、なんかあれなんか焦ってるこの人、なんで焦ってるんだろうって書いて、見送って書いて、右から左に。だからまたそういうランダムお見送りがあったらみんな大変、推しメン見つけるのも大変かもしれません。どこだ、名前順でもさ推しメン探してる人いるじゃないですか。名前順だし、しかもファンの方はあの並んでる時の待機があるのに、毎回メンバーのとこ来たら多分もう頭が真っ白になって、あ推しメンどこだって探してるんですよ。名前順なのでね、パセリは結構前の方におります。本当にたまにね気づかず通り過ぎてく人いんの。パセあれみたいな、パセ推しじゃなかったっけ。藤岡猫庭さんアイスありがとうございます。打ち合いめくりやめました。やめたの。やめた。あランダムだとね、そうだね、もういろんなメンバーの持ってる人はもうランダムだと大変、あってなっちゃう。でも私が一番恐怖だったなって思うお見送りは、あの4年前の舞浜のお見送りが2グループに分からないといけなかったので、強制的に選ばないといけないってやつだったんです。ファンの方もう絶対にこっちのレーンにもこっちのレーンにも推しメンがいたとしても、もう絶対選ばないといけないっていうお見送りレーンが過去にあって、もうその時初めてのコンサートやったように期生でもそう二択だったやつがあって、そう大変そうだった。ファンの方々 TGC お疲れ様でした。ありがとうございます。無事に帰ってまいりました。また明日行きます、川崎へ。そうだよ、こういう時 DD 困るけんね。ダーソクさんアイスありがとう。その頃は一人だったか余裕だったのに、今や何人ですか、増えたか。海かんさんアイスありがとう。一番好きなやつが自分の中で理解できちゃう最高のシチュエーション。その選択間違えてましたよね、この前。最悪のシチュエーションだったよね。ミスってましたよね、怒られてたよね。持ち肌さん中村道博さんアイスありがとうございます。20日の公演メンバー、20日はね、誰がいたっけ、リネはいた、リネを覚えてる。でももうさ花だれのオリジナルメンバーも全然いなくて、もう寂しいよ。ミックさんシャボンありがとうございます。
確かに明日の物販どのメンバーの組み合わせかわからん、わかりません。20日の花出では池田、宇都宮、岡村、尾崎、工藤、来島、小島、佐古、信濃、谷口、原田、兵道、峰吉、宗行、諸葛、渡辺の順番でお見送りです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 。工藤理子です。工藤理子ですの写真集のオフショットがさ毎回可愛くてさ、もうどこで買おうか迷っています。あのね、めっちゃ可愛い、わこの特典欲しいっていうお店があったんよ。でもランダムで2種だったんですね、お店によって。でそのもう一個がちょっとセクシーなやつだったの。だから同期のセクシーな写真を手元に持っとくの、あのサーヤの時にそう経験してだからそうどうしよう、どの店で注文しようか今迷い中、迷い中でございますどこで買おうかな。しんいちさん、ひろし BKK さん、ゆたパパさん、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。どこがいいかな、でもどの写真も可愛いんだよね。可愛いからもう全種買うしかないのかしら。え、悩む。え、どこやったかな、私がね、わこれめっちゃ可愛いってやつがあったのよ。ちょっと待って、工藤理子、工藤理子写真集、あこれ、理子ちゃんのねポストカードこれ欲しいってやつがあって、あれどれだどれだ、あセブンネットだ、セブンネットで買うか。でもタワレコのも可愛いんですよね。あ楽天ブックスも可愛いわ。タワレコ広島店限定もある。もう無理よ、選べないから。あ HMV やばい、 HMV 限定のカバー絵柄もある。もう選べないんだけど、ちょっとしかもアイコのも出るし、アカリンさんもマイキューさんも出るから、もう選べないよ。そうどこで注文するか今迷い中、迷い中ですね。私が石油王だったら全部買うでも残念ながら石油王じゃない、初代アイスクイーンよ石油王、初代石油王イベントやってくださいよ。浜松の IH さん、陣内さん、アイスありがとうございます。としいちさん、ハートありがとう。石油王になりたい。でも石油王だったら大変そう、いろんな人がさお金目当てで近づいてくる、大変。本当の愛とは、本当の愛はどこですか。あモナオ、モナオならいける、モナオ。キャンパーさん、アイス、マコバヤさん、アイスありがとう。モナオだったら、もう一日に何個モナオを食べれるか選手権だったらいけるよ。宝くじ、わ宝くじ最近買ってない。宝くじ、なんか宝くじさ、私多分買ってもさ見るの忘れそう結果。私今年年賀状のあれ見てないもん、結果年賀状の結果見忘れてた。タカさん、アイスありがとう。宝くじ今年からやめました。どうして、当たらなかった。え、ネットで買えるの、そうなの、なんて便利なの。7
7月17日まで、まだやってる年賀状のやつ。でも年賀状私ね多分しまっちゃったんだよね、この前大掃除した時にしまってしまいました。だから出さなきゃいけない。17までか、来週、あ、今週の水曜日まで。クロさん、ヤンマさん、アイスありがとう。年賀状、私が年賀状欲しいですって言ったらファンの方がたくさんくださった、ありがとうございます。また来年も明けおめしてください、待ってます、お待ちしています。ファンレターも待っています。パコ検証は何やってたことある、ドラえもんのカレンダーと、あとほっかほっか亭、ホットモットができる前、めっちゃ前、小学校ぐらいの時にほっかほっか亭のシナモンのね、シナモロール、サンリオのこのシナモンのなんかお風呂グッズが当たりますみたいなやつ当てたことあります。何が来たかっていうと、オッケー、なんか取っ手がさ長めの、こんぐらいのサイズで取っ手が長めのオッケーとタオルと、あとなんかお風呂の椅子あるじゃん、あれ来た。あれを当てましたね、小学生の時。であんまり最近、あ、2年前になんだ、野菜ジュースかなんかの検証でみかんが1キロぐらい、1キロか2キロかのみかんが来ました。大量みかん来た。あとは去年チョコモナカジャンボの検証を応募したけど当たらなかったです。めっちゃ食べたのに、食べた数は負けないと思ったのに、世界中には多分もっと上を行く人がいるんだと思います。外れました、残念です。あ、初中見舞い待ってます。初中見舞い毎年書いとった、小学校の時なんかそういうね時間がありました、学童保育で初中見舞い。しんいちさん、レインボースターありがとうございます。待ってるね、ファンレター。ファンレターの宛先はちょっと広島郵便局支所箱第4号 STU48 ファンレター係、郵便番号は、郵便番号はね、ピュンピュンピュン、あれ STU48 ファンレター、お、早い早いね。ファンレターは730-8799広島中央郵便局支所箱第4号 STU48 ファンレター係、尾崎セリカ宛てです。です、これで届きます、ファンレター、お待ちしてます。値上がりすんのねえ、もう値上がりの世の中が止まらない、もうどん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 、私が80歳とかなったらもうアイス何円するんだろう。はがきも値上がりなの、郵便のあれも値上がりなの、もうちょっとご勘弁ください。のぶさん、しょうくん、アイスありがとうございます。10月から上がるの、じゃあ皆さん10月までにいっぱいファンレター待ってます。お待ちしてます。なんかしょっちゅう上がるから、待って、郵便調べるね、郵便値上がり、値上げ、ほんとやん、10月から変わります。ちょっと定型郵便物が今まで 25g まで84円、 50g まで94円だったのが統一料金になって 50g まで110円らしい。9月30までは今までの料金だけど、10月以降は110円らしい。
で通常ハガキが今63円なんですけど、なんとびっくり85円になります。めちゃ上がった、わーお。この前までさ1円切ってちまちま貼り寄ったのに、嘘でしょ、85円になりますハガキが。だから今まで定型郵便物で出してた値段とほぼ一緒、1円差ですね。恐ろしいです、恐ろしい。速達とかも結構値段変わってる、レターパックも値上がり。わあ、私結構使うんですよ郵便、実家とかに送ったりするから。わおわおわお、大変だ、その前に出さなきゃですね。私も家族にこの前送ったな荷物。ファンレター1年分プレゼント、ファンレター1年分くれるの、予想して、もうすぐクリスマスですねとか1年分来る、9月ぐらいに一気に誕生日おめでとう、もうすぐなんちゃらですね、そろそろ年明けですがいかがお過ごしですか、そろそろ節分ですね、パセリや豆まきはしますか。やばすぎる。あー、まあ確かにドライバー、そうだね、円安そうだね、原材料そうだね、もう全部だね。りょくさん、なるなりさん、かずさん、ブルームーンさん、りょうへいさん、アイスありがとうございます。うずちゃん、アイスありがとうございます、ありがとう。ゆちょさん、アイスありがとう。やだよ、アイスも値上がりするんだよ、知ってる。ね、確かにお手紙ね、ファンレターボックスあったらね公演の時入れれるけどね。私は HKT さんにファンレター出す時は劇場で出してました、お手紙。直毛中ジャンボ値上がりするんだよ、9月2日からキャー。森永製菓が値上げっぽい、ダースチョコモナカジャンボが値上げらしいです。キャー、ココイチも値上げ、え、私まだココイチデビューしてないのに、差し入れでしかココイチ食べたことがない、早く行きたいねえ、一蘭とココイチは早めに行きたい、あの注文するやつやりたいの、やったことないから。全トッピングとかそういうのをやりたい、すき家とかでさ全部トッピングするやつもやりたい。人生の目標、人生で一回はやってみたいこと、そういうやつやりたい、なんていうっけそういうの。ココイチ、ココイチね美味しいよ、早く行かねばなりません。なんか前におすすめ教えてもらったけどさ、何でしたっけ、ほうれん草、ほうれん草、あ、ナス、何でしたっけ、なんかめっちゃおすすめ教えてもらった、夏野菜カレー美味しそう、これにしよう、夏野菜カレー。辛さは何がおすすめなんですか。もう選べないよ、ほうれん草チーズ。焼き豚さん、アイスありがとう。あ、ココイチ、ココイチの話したからくれたの、ありがとう。のくさん、アイスありがとう。うわー、トッピングありすぎてよくわかんない、もうありすぎる、ありすぎる。
じゃあチーズ入れたい。チーズと半熟卵とほうれん草、夏野菜とチキン、あと海のサッチーも入れたいかな。海のサッチーだってやだ、海のサッチーです海のサッチー、 STU のサッチーってこと。トッピングでも楽しいですよ。うわーやばい、先輩、ココイチ先輩。チャン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 、トゥ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 。これは竹内先輩です。なんか僕対公演やりたくなるんだよね、定期的に。トゥ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 。え、ご飯の量選べるの？そんな、ほんとじゃん。うわあ、通常が300、結構多くない？300でも800は無理だな。800は無理です。辛さは3辛ぐらいかな。ちょっとチャレンジしたい。緊張するな。私スタバ行くのも緊張するからさ、スタバ行くときは絶対メモをしてるの。メモ、スマホのメモして、まずトールみたいな、トールサイズで、バニラクリームフラペチーノ、チョコチップ追加、チョコチップ増やすみたいな、それカスタムを全部メモしてレジに行ったら読み上げるんです。トールサイズなんちゃらかんちゃらでかんちゃらでかんちゃらでって言って、もう全部ネットで調べたやつを読み上げてるの、覚えきれないから。でね、前にねめっちゃ恥ずかしかったのが、 PR 舞台かなんかの時に、横浜駅かな、新横浜駅かどこかで、スタバにね行ったんよ、みんなでメンバー でサイズが、あ、サイズの名前なんだっけ、わかんないと思って、一番ちっちゃいやつでお願いしますって言ったんよ。もう恥ずかしすぎて、もうさ、スタバに行き慣れてないの丸出しでさ、もう田舎者丸出しで恥ずかしいと思って、メンバーとかがもうスタバめっちゃもう慣れてるから、なんちゃらサイズのなんとかのカスタムのなんちゃらのかんちゃらのとか言ってさ、ニンニクマシマシ油なんちゃらとか言ってさ、もう二郎系の呪文みたいな感じでもうペラペラ喋ってて、でも私は分かんないからスマホ見て、なんちゃらでかんちゃらでと、恥ずかしかった。それが2年前です。2年経ってもずっと読んでる。成長しません、わかりません。ゲレンデ、スキーね、行ったんか、グランデでしょ、待って、わかるよ、ショート、トール、なんかグランデ、なんかもう一個ある、めちゃめちゃグランデみたいな、なんかすごい、あれ何種類ある、あ、ベンティーだ、ベンティー、そうそう、それです、ベンティー、ベンティーね。全然覚えられませんね。 SM とかわかる、スタバのアプリ、そう、スタバのアプリ入れてるんですよ私スタバのアプリも入れたまま入れてるのに全然使ってない。持ってるは持ってるんだけどね、ちゃんとね、あのスタバの支払いの時出します、入ってるからスタバのカードにお金が。でも注文、その事前注文をしたことがない、ネット注文。わかる、もう覚えられんからさ、あ、トールでって言っちゃう。しかもなんか注文するときに絶対いい、頭にあってつく、あ、なんちゃらでみたいな、あるあるかな、みんなもそうですか、あ、みたいな、顔なしなの、顔なし、
分かる、とか悩んでないのに決まってるのにみたいな、なんかちょっと迷ってるふりとかしちゃって、恥ずかしい。あるある、仲間がいっぱい。覚えてくれる本当、常連になったら。なんかもうスタバのお姉さんたちみんなもうなんかおしゃれすぎてさ、緊張しちゃう。お話し会の気持ち。お次の方どうぞ。めっちゃ緊張、もうドキ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 が止まりません。緊張緊張。初見です、嘘つきです。おかじわさん、アイスありがとう。ゼータン、かわいい、ありがとう。この前は私は、この前スタバで恥ずかしかったことがあって、なんか新しくまた復活メニューみたいなやつが始まるって言うから注文したんですよ。でカスタムもあのお店に着く直前までめっちゃ調べまくって、あこれにしようって。もうで豆乳ソイミルクかあの違うやつかで迷ったよね、あの変更のやつをカスタムを。で決めて、よしって思って頑張って読み上げて注文したら、すいませんそちらのメニューは明日からになりますって言われて、うん、私がこのもう30分ぐらい調べたんですよ、カスタム何がいいのか分かんなくて。でめっちゃ調べてさ、よしって言って気合い入れていったのに、明日からですって言われて、えどうしてですか。火曜日だったよ確か、で多分水曜日からかな始まるかなんかで、そうでモバイルオーダーだったら事前に多分行けたんだけど、もう恥ずかしかったから、あ恥ずかしいと思って、じゃあバニラクリームフラペチーノのチョコチップ追加で増量もお願いしますって言って、それだけは言えるんです、バニラクリームフラペチーノだけは言えるの。でも他の子分からんの、難しい、むずむずです。頑張るねココイチ。舞台を見た後のアイスはうまい。あいいなあ、私もアイス食べたい。今日はゼロアイスなんだけど、もう10時過ぎ過ぎ10時半までつる、もうびっくり、喋りすぎちゃった。ゆうまさん、ジロくん、アイスありがとうございます。アイスクリームありがとう。リザ48さん、アイスありがとうございます。コカジアさん、アイスありがとうございます。もうアイスの禁断症状が出てる。もうみんながいっぱいくれるから本物も食べたい、早くアイス、アイス。もこばやさん、真空けんさん、アイスありがとう。あなんかアイスをめっちゃ求めてる人みたいになっちゃった、ありがとうございます。今日は何の気分かな、チョコモナカジャンボかな、あでもパルムの気分かも。なんかタムコがあげてた、田村夏樹がパルム食べとったからパルムの気持ちです。わわうさん、水色魂さん、もぐもぐさん、かずやさん、しんいちさん、アイスありがとう。しゅんぼうさん、じんだいさん、おみかんさん、のぶさん、アイスありがとう。わあ、アイス最速女になってしまいました、ありがとうございます。パルム、あんにおいしいよパルムね、種類いっぱいあるよね。パルムの序列って何、パルムの序列とは、パルムの序列が上がったん、スーパーで、スーパー界隈で、それは知らんかった。すごいやん、パルム序列上がって、パルムに序列とかあったんや。クアンドリさん、 Z さん、アイスありがとう。パルム今何種類あるんやろ、めっちゃあるよね。チョコモナカジャンボ冷凍庫にあり、送ろうか、
送ってください。送ってる間に溶けちゃう、テレパシーで。早く 4D にならんかな。ショールームスターバーアプリの注文時受け取り店を確認しないと隣の店になるよ。わかりました、気をつけます。注文するときは気をつける。パルム、この前食べて美味しかったのは杏仁ミルクストロベリーが美味しかった。でもやっぱね、もう王道のチョコレートがいっちゃ美味しいですよ。あ、でもこれもいいですね、これアーモンドチョコレートもいいです。パルムはね結構食べますよ。パルム食べること多いですよ。あとね、ガーナのね、このね、これも食べること多いですよ。これをこの前買いに行ったら売り切れててなかったの。大人気。これはパリパリです。もうアイスはパリパリであればあるほど、あと滑らかであればあるほど好きですね。だからジェラート系も好きです、濃厚で。やばい、もう喋りすぎちゃう。あと6分で終わるよ、ちゃんと。みほさん、アイスありがとうございます。ちょっと今日頭にみきゃんつけてるのに全然映ってなかったかも。今日はみきゃんをつけておりました。あ、なんか書いてある、見てじゃん。2011年愛媛県みきゃん、なんかシリアルナンバーみたいなやつ書いてある。何これ、誰かの暗証番号。でも6桁だ、6桁6桁何なのこれは。みきゃんいいでしょう。ガチャガチャで出会いました、ランダム。ガチャはランダムです、ランダムの世界。今度行くときはコミキャンゲットするから。コミキャン、あとなんかブッちゃんっていうのがいた、初めて知りました。ミキャン、ミキャンの友達のブッちゃん、豚みたいな見た目のやつ、ブッちゃん。ミキャン出てこない、嘘、ブッちゃんで調べても出てこない。え出てこないんだけど、あれブッちゃんじゃなかったっけ、今日メールで送ったのに出てこないけど。存在しない、あ出てこないよ、あれあれ、あれはミキアの仲間ではないの、誰だったのあれは。いたんですよ本当に。あれは物産館のキャラクターなの、物産館の部なのあれは。ブッちゃんの部は豚の部じゃなくて物産館の部、もしや。部外者の部、やばい、部外者の部ではないことを祈ります。あと3分、本当だ、あと3分で終わらなきゃなのに、ぶっちゃんが見つからない。ぶっちゃんどこ、誰だったの、どなた、怖い。でもいたんだって本当に、だってメールで送ったもん。もう今だったらめいちゃんの気持ちがわかるんだから。恐ろしい。うん、知らんぶっちゃんいた、メールに載っけたんだけどな。ぶっちゃん、あ、ぶっさんだった。
ブッチャじゃなくてブッソンでした。ごめん、あの多分私が舐めた口聞いたから出てこなかったの。勝手にそういうなんか継承をサンじゃなくてチャンにしたから。あ、でも出てこない。物産館のキャラクターかも。やっぱり物産館の物産かもしれません。あの豚は見た目は豚なの、どう考えても。ほら見て、鼻がさ、はぁ、物産だわ。ちょっと調べておきます。トニーさん、アイスありがとうございます。ゆたパパさん、さとこさん、しんいちさん、アイスありがとうございます。センパチさん、アイスありがとう。多分物産館のキャラクターだったっぽい。物産出てこない。なんか急にその物産が恋しくなってしまった。物産やっぱレアキャラっていうのは惹かれるよ。物産次はどこで会えるのって。阿部寛さん、アイスありがとう。では29分ということで、ちゃんと時間通りにお別れしたいと思います。うん、ネットにも出てこなかったよ物産。終わりますね配信。またみんな物産トークしようね。愛媛県観光物産協会のキャラ、え、そうなの。じゃあ私は今日メールでさ、現在地をめっちゃお知らせしちゃったってこと。みきゃんの仲間かと思って、どこにいるか分かんないと思いきや、もうめちゃめちゃバレてた。危ない、物産。また舐めた口聞いちゃった。タメ口でぶっちゃんとか言って。マリオ2さん、アイスありがとう。コウさん、アイスありがとう。じゃあまたブッさんと出会ったらみんなにお知らせします。では壇上タイムです。いきます。13位陣内さん、12位右田ピッポさん、11位トニーさん、10位ワウワウさん、9位ひろし BKK さん、8位ノブさん、7位カズさん、6位ゆうたくん、5位 G2 さん、4位ゆたパパさん、3位 Z さん、2位みゆらっちさん、1位しんちゃんさん、ありがとうございました。皆さん今日もお話し相手になってくれてありがとうございます。明日頑張ります。熱中症に気をつけて過ごします。会場に来てくださる皆様はよろしくお願いします。明日は来れないよという方はまた次の機会で会いましょう。それではおやすみなさい。またね、ありがとうございました。あ、そう、配信も見てください。配信あります。配信みんな明日のフェス配信ありです。ではおやすみなさい。ありがとうございました。